こんにちは。今日はシフォンオケージョンワンピースということで、オケージョン用のお洋服を作ってほしいですっていうのを4年くらいずっと言われていて、まあ、確かにうちのお洋服はベースが黒とかね、でコットン多いし天然素材多いしで、なかなかね、なんかこれっていうタイミングでこういうのが出ることなかったんですけども、まあ、6月になってくるとオケージョンのお洋服を使う機会も増えてくるじゃないですか。でうち結構首詰まったものが多いんですよ。なのでもう少し軽やかな襟ぐりで、オケージョンにも使えて、まあ日常着でもねちょっと可憐な感じで使えるお洋服を、作らせていただきました。で素材からなんですけども、まあ、ポリエステル100の、ジャカートですね、まあ、去年からずっと引き続きやってるジャカート、カットジャカートっていうですね加工されたジャカートでございます。まあこの光沢感がねオケージョン対応してますし、で面白いのは襟ぐりがちょっとダイヤ型というか、V ネックでもないよね。なんていうんだろうね、飽きどうこれ、不安ある？ちょっと前乾く時は、うん、気をつけた方がいいかなと、はい、このなんか軽こんぐらい開いてんの珍しくない？珍しいです。むしろ初めてじゃないかな。うん、だから新鮮です。僕が一番こんなのも、実はまずこれね裏地がついてますね、裏地がありがとうございますついていて、裏地とこの表地を裏である意味突っ張ってちょっとこうギャザーというか膨らみを出してます。ここもね、まあ、なので袖にちょっとこう単調にならないような工夫がされていて、A ラインですね、そのまままっすぐストンと落ちるのではなくてフレアがかかっています。まあでもこういうのもフレアを入れすぎてしまうと、まあ少しちょっとなんか、うん、やっぱ主役より目立っちゃダメじゃないですか。主役よりフレア入っちゃったらねダメですから、まあ控えめなフレアでも、まあどうかな、なんかフレアがないなって感じはしないでしょ。普通に結構たっぷり入ってるようなものですね。やっぱそういう風なスタイリングすると可愛いよね。どうですか着心地、印象？繊細すぎる生地ではないので、なんか洗濯台ですよね。あ、裏地あるかどうだろう。あ、まあオケージョンなんでもしかしたらクリーニングの方がいいのかな。なんかそんなにこうものすごく繊細に扱わなくても大丈夫そうな生地、うん、大丈夫だと思う。あ、そう、確かにね、すごくあの弱そうに見えば生地は、意外とそんなに弱々しい、うん、それこそまあこういうのもカバンに詰め込んで大丈夫ですからね。シワにももちろんならないですね。安住さん、オケージョンの時ってどんなの着ているんでしたっけ？行ったことない。あ、行ったことないのか。どういうふうに考えてる？どういうの着たらいいんだろう。これですよ。こういうのあったら便利なんだろう。とりあえずこれだけ着ればいいんだもんね。うちもだって言ってたもんね、エリーもずっと結局チャイナワンピ買ってましたけど、これでもうこういうのでいいってことだよね。まあもうちょっと華やかだね、やっぱ光沢が表にこうパーって出てるから。まあでもこれも、中にタートルネックとか着てもいいかもしれないですよね、冬は。まあそれで普通に日常の、まあカジュアルにはなかなかこの辺まで行っちゃうと落とし込められなそうだけども、使い勝手はいいワンピースかなと思います。後ろもお願いします。最後、はい、後ろにもギャザーが寄っていて、秋自体は後ろにファスナーがある仕様になっております。サイズは SM ですね、今 M サイズ、はい、はい、ありがとうございます。ということで、こちらシフォンオケージョンワンピースでございました。ありがとうございました。